林やしは、日本の政治活動家、経済学研究家、社会主義労働者党委員長、マルクス主義同志会代表を経て、労働の解放を目指す労働者党代表委員、旧組織名、栗木真一、長野県出身、東京大学文学部在学中に、共産主義者同盟の一員として60年安保闘争に参加、神場ば子と出会う。後に、 同大学院社会科学研究科へ進学。専攻は、農業経済学。大学院終了後、北海道の大学から教員としての採用を、打診されたが、地方で活動することについて否定的であり、東京に残るために、その打診を断った、というエピソードがある。共産主義者同盟崩壊後、共産主義者同盟、共産主義の旗旗を組織する。 この組織を改組して、日本共産労働党となる。しかし、前衛党としての力量がまだなかったため党組織を解体し、理論研究集団として、全国社会科学研究会を組織する。全国社権が発展して、マルクス主義労働者同盟となる。1977年の参議院議員選挙では、栗木新一名義で、マルクス主義労働者同盟公認で、 神奈川県選挙区から立候補するが落選。1986年、1989年の参議院議員選挙では、社会主義労働者等は10名の候補者を立て、林は比例代表に立候補したが、いずれも落選している。所属した党派の変遷は、以下の通りで、共働背後はほぼ一貫して、最高指導者である。日本共産党共産主義者同盟共産主義者、 同盟プロレタリア通信派共産主義者、同盟共産主義の旗派日本共産労働党、共産主義者同盟全国社会科学研究会、マルクス主義労働者同盟社会主義労働者党、マルクス主義同志会労働の解放を目指す、労働者党元東京女子大学教授、林道義の弟。保守派、反フェミニズムとなった兄については、厳しい批判を展開している。 2019年の第25回参議院議員、通常選挙は、比例区から立候補し落選。2020年頃より、脳梗塞を患い活動から引退。その後、闘病生活を続けるも、2021年2月10日、死去。82歳没。不法は、同月18日に、とホームページに掲載された。ありがとうございます。